ゴール、1959年シャルリーゴールは、ルクセンブルク・ファフェンタル出身の名自転車競技選手。悪天候への体制が異常なまでに強く、山岳の天使の異名を取った、ロードレース史上屈指の山岳王自転車競技選手のキャリアは1949年からスタート。1953年から1965年まで、プロ選手として活躍。 1954年の世界自転車選手権、プロロードで3位に入り、翌1955年のツールドフランスでも、総合3位と検討した。1956年、ジロでイタリアにおいて、猛吹雪で40人以上がリタイアした第21、ステージで14位から一気にトップに立ち、最終的には、総合2位のフィオレンツォ・マーニに3分27秒の差をつけて、 総合優勝を果たす。また、三学賞も受賞した。1958年のツールド・フランス。終盤の第21ステージ、個人タイムトライアルを制し、総合でも前ステージまでトップだった、イタリアのビとファベロを交わして、トップに立つ。最後は、ファベロに3分10秒の差をつけて、総合優勝を果たした。翌1959年のジロでは、ジャック・アンクティルと、 序盤から激しく競り合ったが、終盤の第21ステージでアンクティルからマリアローザを奪い、最後はアンクティルに6分12秒の差をつけて2度目の総合優勝を果たし、また、三学賞も合わせて受賞した。この他、ルクセンブルク国内選手権6回制覇を果たし、1954年に創設されたルクセンブルクスポーツマン・オブ・ザ・イヤーの初代受賞者である、 都合四回同賞を受賞した。また、ジロでは、上記の通り二度の三岳賞受賞を果たしているが、ツールでも二回の三岳賞を受賞している。ありがとうございます。